民的年下彼氏、年下男子ブームの火付け役、塩顔イケメン、子犬系男子などと呼ばれ愛される俳優。今回はチョンヘイン様の特集です。1988年4月1日生まれ、現在33歳、ソウル特別市出身。身長178センチ、体重64キロ、事務所は FNC エンターテイメント。生命工学を志望し大学入試を受験。その直後、路上でスカウトを受けます。一つの経験だと思い反対する両親を説得し、進路を一転、ピョンテク大学の演劇演芸科に進学しました。大学在学中に兵役を完了しています。2013年 AOA もやのミュージックビデオに出演。そして2014年、26歳の時にドラマ100年の花嫁で俳優デビューを果たします。同年ドラマ三銃士ではイケメン武士を演じました。その後は2016年まで多くのドラマにカメオ出演。最終オーディションまで行き、最終的にはパクボゴム様が主演となった恋のスケッチ、応答せよ1988や社会現象を巻き起こしたトッケビなどに出演し、視聴者に強い印象を残しました。2017年、あなたが眠っている間にで重要な警察官役を演じました。ドラマ放送中に韓国ポータルサイトネイバーで検索数1位になるなど人気を集めます。同年、刑務所のルールブックにも中盤から出演し話題を集めました。そして2018年、ソン・イェジン様との恋愛ドラマ、よくおごってくれる綺麗なお姉さんでドラマ初主演。人気は韓国だけにとどまらず、アジアで人気が高まりました。同年、キム・ゴウン様との恋愛映画「ゆ夜の音楽アルバム」に出演。2019年映画「スタートアップ」に出演後、ドラマ「ある春の夜に」で主演を務めました。一作品目は、彼を一躍スターにしたよくおごってくれる綺麗なお姉さんを紹介します。35歳のソン・イェジン様演じるジナは、親に結婚をせかされ、彼氏に浮気をされたりしながら息が詰まるような毎日を送っていました。そんなある日、大親友のジョンソンの弟であり、かつ自分の弟の親友でもあるジュニが海外赴任から帰ってきました。3年ぶりに再会したジナとジュニは、会社が同じビルの中にあるということもあり、一緒にランチをしたり飲みに行ったり、多くの時間を共有するうちに、いつしか2人は自然と恋人関係に。しかし、ジナの母親はジュニの家柄や年の差を理由に交際を大反対。親友ジョンソンとの関係もギクシャクし始めてしまいます。はい、ということで、このドラマ前半は見ているこっちが恋をしたくなるような、もうキュンキュンでときめく展開が多いのですが、後半はちょっと胸クソなシーンも多かったです。というのも、韓国は日本よりも学歴や年の差にうるさいらしくて、ジナの母親の反対がもうすごいんですね。まあ、もちろんそういうのに厳しいかどうかは、日本でも韓国でも結局ご家庭によるとは思うんですけど、母親がとにかくもうひどい、無理っていう視聴者の方がかなりいました。ただお互い好きなだけなのに周りから反対されて傷ついていくのを見てるのも本当に切ないです。ぜひ2人の行き着く結末に注目してほしいです。そしてやっぱりこのドラマの見どころはキスシーン。こっちがもう照れちゃいそうなくらいキスシーンが結構多いのですが、有名なのはジュニの家でジュニがジナを抱っこした形でのキス。韓国では飛行機キスと呼ばれているそうです。そしてこのキスはソン・イェジン様のアイディアなんだとか。年下男子にぬなーと呼ばれたいお姉様方、ぜひこのドラマで予習しておいてください。2作品目は映画「ゆ夜の音楽アルバム」をご紹介します。キム・ゴウン様演じるミスは、血のつながらない姉のパン屋で働く女子学生。ある日、パン屋にやってきた暗い男子学生ヒョヌ。これが寄せては返す波のような長く切ないすれ違いの恋の始まりでした。舞台は90年代、少年院に入っていたヒョヌ。悪い仲間たちのせいで人生を何度も壊されてしまいます。そしてそんなヒョヌと惹かれ合いながらも、離れ、そして再会、そしてまた離れ、再会する。夜の音楽番組というラジオ番組が2人の関係に重要な役割を担い、長く時間をかけて愛を育んでいく恋愛映画です。はい、もうあらすじから分かっていただけると思うのですが、めちゃめちゃじれったい映画です。
90年代ということもあり、スマホで簡単に連絡を取れるわけでもなければ、今どこに住んでいるのかもわからない時代なわけです。だからこそ何度も何度も行き違いが起こってしまいます。そんな中で再会をする二人がとっても素敵で眩しいです。素朴で自然体な演技が最高な二人のキャストに加えて、映像も音楽も全部が美しい、心が温かくなる映画です。最後はある春の夜に。このドラマはよくおごってくれる綺麗なお姉さんのスタッフたちが再集結して作ったドラマで、お相手役はまたしてもソン・イェジンさんの予定だったのですが、辞退したためハン・ジミン様になったそうです。図書館の秘書として働くハン・ジミン様演じるジョンインは、長年交際していた彼氏との関係に悩んでいました。そんなある日、薬剤師のジホと運命的に出会います。彼氏から結婚の話をされるも気乗りしないジョンイン。いつからか薬剤師のジホのことが気になっていたことに気づきます。すべてがまるで運命のように、二人は同じ建物に住んでいたり、互いに共通の知り合いがいたり、共通点を見つけ、次第に距離が縮まっていきます。しかしそんな時、ジホがシングルファザーだったことが発覚します。はい、これはもうさっきの映画とはまた違ったもどかしさがあります。彼氏がいるからダメなのに会いたくなってしまうジョンインとジホ、友達という理由をつけて電話をしたり会いに行ったり、諦めてほしくないというちょっとずるい気持ちや無理なら遠ざけたい気持ち、とっても人間らしい感情を描いているのがドラマにのめる込める要素となっています。そしてチョンヘイン様初めての父親役というのも見どころの一つです。突拍子もないようなファンタジーのような展開はなく、リアルを描いているようで、等身大に楽しめる春の風のように繰り広げられるヒューマンラブストーリーです。2020年恋愛ドラマ半分の半分で主演を務めましたが、視聴率は伸び悩んだまま終了しました。そして今年8月27日、Netflix オリジナルドラマ DP が配信されました。軍務離脱逮捕組という様々な事情を持ち、陸軍から離脱人たちを追うという目新しい設定のドラマです。配信開始早々から期待が高まっています。ちなみに現在、デマの熱愛報道が出たことはあるものの、まだ公開恋愛をしたことはありません。好きなタイプの女性は、静かだけど言いたいことは正直に言う人、会話するときに気取るより飾らず素朴に話す人、嫌なことがあっても大丈夫というより嫌なことは嫌、好きなことは好きとはっきり言える人だそうです。明日から気をつけていきます。そしてこれは最新情報というより過去に遡った情報となりますが、チョンヘイン様のご先祖様はチョンヤギョンという歴史的人物だそうです。時代劇イ・サンや雲が描いた月明かりなどにも登場している人物で、なんとそんなすごい方の直系6代目の子孫。韓国では歴史上の人物がご先祖だととてもセレブな血筋だとされるようです。そんな血筋もお顔もスタイルも輝くチョンヘイン様の活躍を楽しみに、明日もみんなで頑張りましょう。